皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう公式パートナークリエイターミニカンターです。本日スマホアプリ一緒に遊ぼうがアップデートされました。どんなところが変わったのか一緒に見に行ってみましょう。まずはですね、今回追加されたエイのアクティビティガチャから私が持っているクーポンを全て使ってどんなものが出るのか確かめていきたいと思います。今回は家具が結構多めなんですけども、一番のお目当てはこの乗り物じゃないでしょうかね。確率を見てみても一番低いのはやっぱりエイの乗り物でした。釣りができるみたいですね。速度が7で釣りができて2人乗り、そこまで特別に欲しいというものではないんですけれども、当たればラッキーかなぐらいですかね。あとはヘルメットも結構可愛いですよね。おっと、なんとここで一番確率が低いエイのサーフィンボードを手に入れることができました。それでは残っているクーポンを全て使ってみて、最後にエイの乗り物がどんな感じなのかご紹介させていただきますね。お目当てが出てしまったらもう回す必要ないのかなって思ってしまうんですけれども、一応今のところベスト、パンツ、靴は揃っているので、あとはヘルメットも出したいっていうところはありますよね。これでクーポンは最後になります。最後はニッコリエイの日焼けシェードになりました。それでは家具を設置してみます。その前にこちらを注目してください。これ買うことできるんですね。これって確かパッケージ商品だったと思うんですけれども、10ダイヤで買えるんだったら買っといた方がいいと思います。たまにここいいの出ますよね。今回ガチャでもらった家具はこんな感じになります。このエイのシャンシェード結構でかいですねびっくりした、こんなでかいんだね。あとはベンチ、ベッドのシート、テーブル、柵はこんな感じになります。あと服ですね。服もご紹介させていただきますね。服はこんな感じになります。いいですね。私は結構青が好きなんで結構気に入っています。これよく見るとなんか腕時計みたいのつけてるんですね。それでは皆さんが気になってるエイの乗り物行ってみましょう。その前にこちらも追加されてましたね。こっくりこっくりイベント配布なんで何かをするともらえるってやつですかねこれ結構いいですね。これ面白そうですね。あとこれね、これも良さそうです。これも今回のアップデートで追加されたものだと思います。今日は夜10時ぐらいからライブ配信をやろうかなと思ってますので、皆さんぜひ一緒に遊びましょう。これからもニンニクハンターチャンネルではスマホアプリ一緒に遊ぼうのライブ配信、動画投稿どんどんやっていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。こちらが新しいエイの乗り物なんですけれども、速度が7って書いてあるんですが、なんかねめちゃくちゃ速いような気がします。速度7ってこんなだったっけ。2人乗りで速度が7で、まあ、釣りができる。あとはこの、まあ、夜ですね、夜がちょっとライトがついてかっこいいかなぐらいだと思います。あとはこちらアップデート後の不具合だったのかもしれないんですけども、釣りがねできなかったんですよね。それとも何かイベントで今回ここの広場では釣りができなくなってるのか、ちょっとそこら辺は定かではないんですけれども、この灯台付近では釣りをすることができないようです。これ私だけかな、新しい乗り物だからかなって思っていたんですけども、どうやら近くにいるフレンドさん全員が釣りができないようですね。ちょっとキャンプ場も見に行ってみますね。こちらでは釣りをすることができるようですね。安心しました。今日は短い動画だったんですが、最後までご視聴
ありがとうございました。